アンドレスマヌエル・ロペス・オブラドールはメキシコの政治家。通称はイニシャルであるアムロ。中道左派、または左翼政党民主革命党に所属していたが、2012年9月に離党し、2014年に新しい左派政党である国家再生運動を立ち上げた。2015年の中間選挙で民主革命党は大敗し、代わって国家再生運動が躍進した。 国家再生運動は労働党及び社会、結集党との政党連合をふんとすアレモスイストリアを立ち上げ、ロペス・オブラドールを代表に2018年、メキシコ大統領選挙で勝利し、2018年12月1日に、ロペス・オブラドールが、同国大統領に就任した。1953年に、タバスコ州で生まれ、首都、 メキシコシティのメキシコ国立自治大学卒業、1970年代に、当時の支配政党制度的革命党に入党し、1976年に、支人で上院議員のカルロスペリセールの選挙運動に参加したことから、政界入りする。タバスコ州の先住民チョンタルパ族の支援活動や、首都メキシコ市の消費者教育の促進運動を経て、1988年に、 クアウテモク・カルデナス大統領候補の民主化運動に参加して PRI を離党し国民民主戦線からタバスコ州知事に立候補したが落選した。1989年 FDN が民主革命党に改名するとタバスコ州委員長に就任。1996年には全国委員長に就任。2000年メキシコ式市長に当選し、 以後中央政府のフォックス大統領と激しく対立するもメキシコ市住民の圧倒的な支持を集める。2006年の大統領選に出馬を表明し、選挙準備のため2005年7月メキシコ市長を辞任した。個人的人気が極めて高く、大統領当選が最有力視されていたが、選挙直前に、 フォックス大統領を罵倒した言葉が批判を浴びて、やや支持率を落とし、2006年7月2日に行われた大統領選挙において、得票率35.3%余り、わずか0.6ポイント足らずの僅差で、対立候補、フェリペ・カルデロンに敗れた。2012年7月の大統領選挙にも、PRD の候補として出馬したが、 PRI のペニャニエと候補に8%以上の差をつけられて敗北した。2018年7月1日投開票の大統領選挙では PRD から分裂して結成された国民再生運動の候補として出馬。本格的な選挙運動が開始される直前の3月末に行われた世論調査では支持率で2位の候補の大差をつけており、 本戦でも半数を超える票を獲得し勝利した。12月1日に就任した。2018年に大統領に就任すると、国営石油企業であるペメックスの規律強化に乗り出した。ペメックスでは、職員と地方の土着政治家、麻薬カルテルらが結びつき、年間663億ペソもの石油製品が横流しされており、問題となっていた。 対策の成果は2019年1月にかけて横流し品に頼っていた石油供給ルートが遮断され大規模なガソリン不足が発生したことにより目に見える形で明らかになった。ありがとうございます。